皆さん、特殊車両はお好きですか？ニーサラチャンネルのニーサラです。今回は藤本ホビーさんの NGO コレクション特殊車両 N ゲージスケール特殊車両シリーズの第1弾5タイプの全10種類の方を、開封していってみようと思います。ニーサラチャンネルの以前の動画で NGO コレクションの第2弾の方は、先に紹介させていただいたんですけれども、今回、紹介するのはこちらの第1弾の方になります。今回第1弾の方のラインナップとしては、加藤の高速路面清掃車、堺の振動マカダムローラー、 KCM の大型フォークリフト、日常のロータリー除雪車、日立のテレスコピッククレーン切り口仕様となっています。特殊車両ということだけあって割とこうマニアックな商品ラインナップかなと思うんですけれども、全部で10箱あるので、こちらの方開けていってみようと思います。パッケージにも、書いてある通り、この1台の車両が色違いで2台ずつ入っているので、同じ車両は一度に紹介していこうと思うんですけれども、ご覧になりたい車両の方がありましたら概要欄の目次の方から見ていただければと思います。商品内容の方なんですが、製品本体とランナーパーツ、シールと説明書、超精密デザインと重量感、可動部分を精密に再現、デコレーションパーツ付属、シールも忠実に再現、ミニカーファン&鉄道ファンも納得の仕様となっています。 N ゲージスケールに対応しているので150分の1スケールとなっています。そして対象年齢の方は15歳以上となっています。まず1台目なんですけれども、ニーサラが個人的に非常に好きな、除雪車の方からちょっと見ていってみようと思います。この除雪車なんですが、日常というメーカー名が書いてあるんですけれども、ロータリー除雪車で HTR406 の品番、株式会社日本除雪機製作所の車両となっています。車両本体と車両に貼るこのステッカーと、こちらのショートパーツ、ミラーとかですね、ショートパーツが付いています。ショートパーツやシールを貼るのに使う説明書も入っています。除雪車本体の他にもこちらのショートパーツが入っていますね。出していっています。車両本体の方はこのようなデザインになっています。本当はねシールを貼ってあげればすごくかっこよくなると思うんですけど、ちょっとそちらの方は省かせていただきます。こちらが上側で、そして下側になります。ギミックの方はこの車両の中間部分がこのように曲がるようになっていて、フロント側のこの除雪機の部分が上下にこのように稼働するようになっています。この赤い雪かきをする部分、この部分オーガというんですけれども、ここも回転するようになっています。素材の方なんですが、このボディの上側の部分ですね、この黄色い部分やこの赤いオーガの部分だったりがプラスチック製になっていて、この裏側のこのボディのフレーム部分はダイキャスト製になっている感じです。フレーム部分がダイキャスト製になっていることで、重量感のある作りになっています。そして除雪の際にはこのオーガというパーツを回して雪をかき込んで、このシュートと呼ばれるパーツで雪を遠くに飛ばすんですけれども、このシュートのパーツが交換できるようになっています。このように、引っこ抜いて外して、そしてもう一つ付属してきたこちらのシュートのパーツをこのように横に取り付けることで、シュート部分を格納した状態を再現できるようになっています。なかなか細かい作りとなっています。私ニーサラもこういった除雪車の塗装や修理など、することも何度かあったんですけれども、オーガの赤いこの部分を塗装することが結構多かったんですが、塗装する際に色を、染めるためにこのオーガをですねぐるぐる回しながら、塗装するのがなかなか大変でした。そして2箱目の方がこちらがもう1台の除雪車となっていて、こちらはですね黄緑のようなカラーになっています。ショートパーツやステッカーは同じものが入っています。シールの方も青森県、秋田県、岩手県、新潟県、山形県といったこう雪が降るところで使うような県名のシールが入っています。こちらの黄緑の車体の方はこのような感じになっています。自分の地域ではほとんど黄色の車両しか見たことがなかったんですが、こういった黄緑の車両は初めて見ました。これはねちょっとどこを走ってるのかなちょっと分かんないんですけれども、なかなかこれはこれでいい色かなと思います。ドアの取っ手の部分もシルバーにしちゃったり、この上のランプの部分も黄色に塗装がしちゃって、なかなか細かい塗装になっているかと思います。こちらも当然このシュートが交換できるので、交換をしてみますとこのような形になります。2台並べるとこのような雰囲気になります。
黄色の除雪車の方はボディカラーが黄色に対してホイールの方は黒になっているんですけれども、こちらの黄緑の方はボディカラーが黄緑に対してホイールの方も黄緑となっています。細かいところで仕様が違う感じですね。3台目はこちらになります。これはですね、このオレンジのテレスコピッククレーンになります。付属品の方はこの手すりやこのレールの上に乗っかるこの車輪ですね、こういったショートパーツと日立のシールやこのザクシスのステッカー、この釣り荷の下立ち入り禁止などの、シールが入っています。この車両の名前の方がテレスコピッククレーンキルク仕様と書いてあるので、車体の方だけ見るとキャタピラーが付いているのでキャタピラーでも走れるし、この車輪のパーツですね、このパーツをこのキャタピラーの前の部分に取り付けることで電車のレールの上も走れるようになります。それでは実際に車両の方を見ていってみましょう。パーツが落ちるパーツが落ちる。このテレスコピッククレーンはこのショートパーツをつけないとかなり様にならないような気がするので、こちらのパーツの方も、取り付けてみようと思います。ニッパーで、パチパチっと切ってパーツを組み付けてみました。キャビンの左側にミラーと、こちらのステップの方にも、ミラーを取り付けてあります。キャタピラの前側にこのキルク用の車輪と後ろ側にも車輪が取り付けてあります。クレーンは縮めた状態なんですけれども、先端にフックを取り付けることでこのようなクレーンに仕上げることができます。もう一つのクレーンを伸ばした状態にするこのパーツを、この短いパーツを外してフックのパーツの方も外して伸ばした状態のクレーンに取り付けて本体に取り付けることでクレーンを伸ばした状態を再現することができます。ギミックはクレーンの上下の可動とボディの旋回ができます。キャタピラーもゴム製にはなっているんですけれども、かなりゴムに癖がついているのでちょっとこのキャタピラーを動かすのは難しいかなという感じがします。これがトミーテックさんの N ゲージのレールになるんですけれども、このレールの上に置くとこのように設置することができます。そして4箱目が青のテレスコピッククレーンになります。組み立てやパーツの方はオレンジのテレスコピッククレーンと全て同じなので、詳細は省きます。こちら組み立てていきますと、クレーンを伸ばした状態でこのように組み上げることができます。上側から見るとこのような感じになっていて、下側から見ると、このような感じになります。ゴム製のキャタピラはこちらもだいぶ癖がついていますね。青のテレスコピッククレーンとオレンジの方を両方とも乗せるとこのような雰囲気になります。次は5個目になりますが、こちらは TCM の大型フォークリフトになります。これもショートパーツとシールが入っています。本体の方を見ていってみますとこのような感じで取り付けることができます。ちょっとパーツの取り付けの方がだいぶ緩いので取り付けには接着剤が必須になるかとは思います。ニーサラが今取り付けたパーツに関してはただ、はめてあるだけなのですぐにポロッと落ちてしまいます。部品がパラパラと落ちるのでとりあえず、パーツの方は外してみました。ギミックの方なんですが、このフォークリフトの、この上下の可動とリアタイヤのハンドルがこのように左右に切れるようになっています。素材もボディの上側の方はプラスチックパーツで、フレーム部分のパーツは金属製となっています。6個目はもう一つのカラーのオレンジ色の大型フォークリフトになります。同じようにステッカーとショートパーツが付いていますが、ショートパーツは取り付けてもかなりポロポロと取れてしまうため、今回も省かせていただきます。デザインは先ほどの黄色のモデルと、全く一緒なんですが、このような感じになっています。裏側の方を見ていくとフロント側はダブルタイヤで、後ろ側はシングルタイヤになっています。2台並べるとこのような感じになります。7箱目になりますが、こちらは加藤の高速路面清掃車になります。こちらもショートパーツとシールの方が入っています。車両本体の方を出してみますと、デザインを見ていってみるとこのような感じになっています。こちら横側と後ろ側になります。こちらが上側で、キャビンとこの荷台の方にライトがついていますね。そして下側の方になります。フロントはシングルタイヤで、リアはダブルタイヤになっています。そしてこれが路面清掃用のブラシですね。ギミックはこのブラシが車両の横に出せるようになっています。正面から見るとこのような感じで、この畳んであるブラシをこのように引き出せるようになっています。荷台の方もこのように開けることができるんですが、この中身の方を見てみてもかなり細かく作り込まれていますね。
黄色のこの小さな看板のパーツがついているんですけれども、このパーツはリア側の方についているこのホースですね。このホースを外して、ホースをこのように外して、この黄色い看板を後ろ側に差し込んで、このような感じで取り付けることができます。リア側のこのパネルも稼働するようになっています。この状態で荷台を上げるとこのような感じになります。 Nゲージスケールの路面清掃車というのはなかなか珍しい車両ではないかと思います。荷台のはしごやミラー、フロントバンパーなどを取り付けるとこのような感じになります。8個目は薄黄色の高速路面清掃車となります。先ほどの黄色のタイプのものと作りは全く一緒なんですけれども、パーツの方を取り付けてみると、キャビンのフロント周りはこのような感じになります。2台並べるとこのような感じになります。9箱目なんですが、こちら、黄色の振動マカダムローラーになります。付属品はシールとパーツの方が入っています。振動マカダムローラー本体にパーツの方を取り付けてみますと、このような感じになります。取り付けたパーツはこのサイドミラーと、この部分の安全バー的なものを取り付けました。ぐるっと全体の方を見ていくとこのような感じになっています。振動タイヤローラーということで、フロント側にこの2つのローラーと、後ろ側の方にはこの大きなローラーがついています。このような感じです。キャビンの上側には屋根がついていて、下側はこのような感じになっていて、車体の真ん中の部分がこのように曲がるようになっています。ローラーもしっかり動きます。10個目は青い振動マカダムローラーになります。これもパーツとステッカーが付属してきます。本体の方を出してみたんですが、このローラーの上のこのパーツが取れていました。接着剤で直せればいいんですけど、パーツの方と一緒に本体に取り付けてみようと思います。接着剤の方はこのハイグレード模型用セメダインの方を使っています。メーカーはセメダイン株式会社のやつですね。付属してきたパーツの方のサイドミラーなどは取り付けることができたんですが、取れてしまったパーツに関してはこの取り付け部分が非常にですね、狭い部分で取り付けがうまくいかなくて断念しました。すみません。パーツが欠けた状態ではあるんですけれども、2台並べるとこのような感じになります。今回 NGO コレクション特殊車両のボリューム1の方を開封していったんですけれども、ニーサラチャンネルでは他にも N ゲージスケールのディスプレイモデルやスケールモデルの建設機械なども紹介しておりますので、よろしければ他の動画も見ていっていただけると嬉しいです。ご視聴いただきどうもありがとうございました。